皆さんこんにちは。乃木坂新チャンネルへようこそ。ですね、今日ね、実は、昼間石田さん、料理長の石田さんの方で湯山箱、年末にちょっと一回ご紹介したんですけど、あれやっぱりちょっとおせち用だったのでもう一回取り直そうかみたいな話になって、湯山箱を取ったんですけど、その間カメラマンの永井さんがですね、ちょっと時間が空いてどうしようって話になったので急遽、じゃあ 1,2 本何か撮りましょうかということで、今日は私の使っている道具とかサービスについて、お伝えしたいかなと。あと永井さんからリクエストあったのでデキャンタ、はい、ワインの抜栓とデキャンタ、こんなのもなんか動画に撮ったらいいんじゃないですかということだったので、ちょっとご紹介したいなと思います。はい、ですね、まずソムリエナイフ、ソムリエナイフって多分皆さんソムリエさんいろいろすごいこだわりがあって、すごいこだわる方はわざわざ購入したものを少し削ったりとかして加工して使うなんて方もいらっしゃるんですけど、僕は全くその逆であんまりこだわりがありません。はい、すいませんということで、ざらっと今持ってるソムリエナイフ並べたんですけど、こんな感じです。有名なラギオールなんかもあれば、全くもう本当すごいリーズナブルな価格の、これいくらぐらいだったんだ、多分1500円とか多分それぐらいとかで、2000円もしないで購入したようなソムリエナイフでも実は一番これ使ってたりしますというのとか、あとはワイナリーさんからプレゼントしてもらうもの、これ結構ねワイナリーさんからプレゼントしてもらったりすること多いんですよね。遊びに来た時とかにこれあげるって言ってくれたりとか、あとこれはフランスに多分いた時にちょっといただいたものなんで、これもいただいたもの、これちょっとね形がね面白いですね。これ通常ソムリエナイフってこう開けるイメージじゃないですか。これ引っ掛けてこっちにはこう開けるんですよ。はい、なのでちょっと変わった仕立ての、でもこれもダブルノックって言ってこうね引っ掛けてやるようなタイプだったりとか、はい、します。これちょっとごついですよね。はい、あとはまあ有名なところのこうラギオールとかねありますね。はい、でソムリエナイフなんであんまり今こだわってないのかっていうと、実は昔すごくもうかれこれ20年前になるんでしょうかね、本当嫌な思いをしてですね、せっかくプレゼントを一緒に働いた仲間から最後卒業するときにいただいたプレゼントソムリエナイフもポケットに持ってたんですよ。で、レストランでちょっとあるトラブルが発生して、急に床下の排水口を開けなきゃいけないって話になって、でそれを開けたときにそのソムリエナイフなぜかスルッとポチャンってその中に落ちてしまったしですよね。でその後その下の貯水庫の水が出されて、検査員さんっていうんですかね、管理人さんっていうんですかね、そういう方たちが見つけてくれたんですけど、その頃は当然もうねヘドロまみれサビまみれという形でもうすごい悲しい思いをしたんで、基本的にいただいたものは嬉しいんですけどあんまり使わないで大事に取ってあるというような形であります。というわけで確かこの辺多分いただいたものなんですよね。だからやっぱり僕はあんまり使ってないです。もう大事に取ってあるわけっていうのかな、でも本当なんか思い出として守っときたいなと思うのでこれはあんまり使わないです。で今多分一番使ってるのがこいつとこいつです。はいはい、まあこれねちょっとだいぶ年季出てきてそろそろちょっと綺麗なのにした方がいいんじゃないかなって思うんですけど、これもどれぐらい使ってるだろうな、10年は使ってるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、これのいいところはこう差し込んでおけるという利点ですね。でなんでかっていうと僕ソムリエさんってこういうラギオールとかのケース、革のケースとかでここポケットにベルトループにつけたりとかする方いらっしゃるじゃないですか。僕まずそれが億劫で苦手なんですね。でスーツの中って高いスーツ安いスーツは別にしてあんまり中に物を入れるとこう物だらけでかっこ悪いんですよね。こうスーツとかタキシードって本来物を入れるポケットはあるんだけどどちらかというと飾りで物を入れるものではないので、もう本当薄くだから名刺入れとかメモポットとかもあるんですけど、メモポット今ほとんど使ってない。名刺入れは名刺もしっかり入るんですけども少ししか入れないで、なるべく薄くしてあります。でサービス用のね当初もうちではこの手ぬぐいなんかも使ってるんですけども、これも本当細かく折って、はい、もうお客さんに分からないんじゃないかなっていうぐらい気づかないように、ちょっとガサガサってします、大丈夫ですか、ごめんなさい、はい、してます。
ということで、なるべくこうすっきりさせたいということで、ソムリエナイフをポケットにも入れてないです。で、昔は入れてたんですけど、入れてたら入れてたで、今度ね、あのポケットの中穴開いちゃうんですよ。穴開いてね、あの出てっちゃうんですよね。出てっちゃったり引っかかったりするので、それもそれでちょっと嫌だなと思って、あの自分のお店になってからはもうソムリエナイフどちらかというと、あの何箇所かに散らしてあって、もうその都度必要な時にそれを拾って抜栓するというような形になってます。で、こっちはカウンターに置いてます。カウンター、はい、あの石田さんの邪魔にならないところでカウンターに隅の方にそっと置いてあります。で、これはパントリーといって、あの普段僕らビバレージ担当の人間が仕事を作業をするような場所、お茶作ったりもする、そういうところにこの辺は置いてあります。まあ、だいたい最近、まあ、やってみてその2箇所に置いてあればいいのかなという形で、この辺はしまってあります。はい、あ、一応ちなみにさっきそのしまってたところがソムリエバッジ出てきたので、一応僕ソムリエちゃんと持ってますよっていうこれで、ソムリエバッジもつけない理由っていうのも実はあったりするんですけど、まあそれはまた今度でもいいのかなと思います。はい、これで一応ソムリエバッジですね、あります。はい、で、そうですね。で、もう一つ使ってるのはこれ。これはもう本当カジュアルでリーズナブルなんで、本当使いやすいし、壊れてもなんか全然いいやとか思いながら使えてるので、使ってます。でもほら、この辺とかはね、だいぶ消耗してますし、実はさっき永井さんに見せたんですけど、もう歪んできてます。わかります、これ。まあ、僕の力のかけ方が悪いのか、なんだかわかんないですけど、まあ、こういうふうにずっと使っててやっぱり歪んできたりしますね。こんな感じどうですか、わかります？そうですね、もうね、こんな感じです。ただこう柔らかくなってきた、柔らかくなってきたで、やっぱり手に馴染んでくるっていうんですかね、使いやすくなってきたりするんですよね。はい、なのでこの2本ほとんどこの2本ですね。でもう今はやってます。あとたまにこの辺の、ね、使い方忘れないようにと思って、こう調子どうかなとかで、ちょっとずつ作ってあげると、これね、当初ね、ここがね、やっぱすごいギュッと締まってて硬いんですよ。開けるのが硬い。なので、たまに使ってはまたやって、たまに使ってはだいぶ今ほら柔らかくなってきたので、まあだいぶ使いやすくなってきたんじゃないかなと思います。このナイフの出たところも意外とね、硬いんで、最初の頃こうやってね、やったりとかしてちょっと使いやすくしたりとかもしたりします。はい。そうですね、そんな感じです。なので、あんまりソムリエナイフ正直こだわってないのかなと。で、古いヴィンテージのワインとかも、何でしょう、いろんな道具使って開けたりするんですけど、あんまり僕基本使わないでソムリエナイフだけでやって、ちょっと足りないところとかは何だろう、細いバースプーン、すごい細いバースプーンであるとか、あと耳かきとかでちょっとかき出す人、もちろん耳かきは使ったやつじゃないですよ、はい、新品のものを使ってその7つ道具として持ってて、ボロボロになって落ちてしまったコルクをかき出したりとか、そういったことをする人もいますね。あとはデキャンタして、目のついたデキャンタで、ごめんなさい、目のついたロートにデキャンタしてそのカスを取ったりとか、まあ、なんかいろんな方法があると思います。はい、というわけで私のソムリエナイフのこだわりのないこだわりでした。はい、そう、こだわりのないこだわりで、もし、まあ、こんな話を聞いてて面白いなと思ったら、いいねってボタンとチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。はい、次回は、抜栓、はい、ワインの抜栓とデキャンタについてお話したいと思います。